長沢康弘は、日本の著作家。大阪府大阪市生まれ、門真市、平方市育ち。大阪府立町尾高等学校。大谷大学,大学大学院文学研究科仏教学。専攻修了。1985年より、大阪府公立学校教諭を務め、アメリカ合衆国産ディエゴ補修授業校文科省派遣教諭を経て、大阪府に復帰。 2015年に退職。診断思想の研究を専門とし、1988年、第4回、明柄須里市賞受賞。1990年文芸春秋社、クレア創刊エッセイコンクール入選、男たちの中に眠る、女たちへほか、エッセイ、小説、論文、絵本、詩、俳句などの諸分野にまたがる作品を生み出している。おしバグワン主義。 ラジニー氏の弟子としての名前は、スワミアビシェーカ。1988年発行、黄金の未来の特に遺伝子工学などについて、ことを唱え、星川敦志や加藤サブローラと共に、グルイズム批判の先陣を切る。オレゴン1984子供たちの国際交流をテーマにした絵本。映像、カルロスは、YouTube 上の多言語絵本サイト、レインボーによって旧カ国語に翻訳。 動画公開されている。2013年寝出再度による13分間の心肺停止の際、臨死体験。死生観に大きな影響をもたらす。熱心でコアな読者を広く持っている。ありがとうございます。